して清水は住吉選手がいますから、ここのマッチアップも楽しみですね。はい、非常に楽しみです。はい、両チームの選手が入ってきます。ゴールデンウィークにうってつけの顔合わせとなりました。かかって少しかけます。折り返してくるブラガ、セカンドボール住吉、手山が跳ね返しました。もう一度住吉、北川中に入れた、ブラガファールを取りました。 PK、 PK です。シュートの選択かなと思いましたけど、やっぱここパスを選択したのがこのファウルにつながったんじゃないかなと思いますけど、はい、カルビーニョス止めた、ブローダーセンキャッチです。対してスライディングです。末吉中村から北川、アウトで出してリターン、カルビニョスから北川、上位対決均衡を破れました。清水エスパルスキャプテン北川のゴールで先制です。3戦連発となりました北川光也。コンビネーション、非常にうまかったですし、シュートを打てるスペースにしっかりカルニ選手がパスを出したことによって、この北川選手も落ち着いてましたし、まあ、少し余裕が生まれましたよね。本当にこの2トップはコミュニケーションがやはりちょっとサイドのところでやられているというのは気になっていたんですかね。はい、グレイソンです。高橋対グレイソン、パスにした、岩渕フリック、グレイソン左足、権田です。伸ばしてきます山原、ファーから高橋ヘディング、力のないヘッドになりました。吉田は奥へ、試合が終了しました。暫定順位3位の岡山、2位の清水エスパルス、上位対決は清水エスパルスに軍配が上がりました。